ライジンが人気選手を全部ぶん取っちゃいましたね。すごいですね。アンポルキアが結構炎上ばっかしてますけど、 MMA つまらないみたいなことをなんか記者会見で言ってしまって、じゃあなんでレイジに来たんだみたいな感じではあったけどね。タケル選手も復帰戦が、いよいよフランスかどっかでやるんですね。ファイトマネーが最低1億、すごいね。アベマで独占とか、そこから PPV の売れた数に応じてさらに課金されるってことでしょ。すごいよね、夢がある話というか、うん、皆さんこんにちは、格闘技ニュースのお時間です。今回ね、皆さんも知ってると思いますが、ライジンが人気選手を全部ぶん取っちゃいましたね。すごいですね。プロモーターとしての手腕というか、やっぱりこう選手をこ う, うまく引き寄せる求心力はやっぱり榊原さんが強いのかなと思います。今回の発表はアンポルキアとブアカオ、あと木戸キーちゃんが、記者会見に出てましたけど、これまたすごいなと。みんな K1 の選手がいなくなってしまって前回ね、僕試合予想で外してしまったコージアッサーももともと K1 の選手ですから、本当ライジンすごいな、今乗ってるなと思いますね。でそんな中、アンポルキアが結構炎上ばっかしてますけど、 MMA つまらないみたいなことをなんか記者会見で言ってしまって、じゃあなんでレイジに来たんだみたいな感じではあったけどね。まあまあ確かにそれはその通りだなと思うんですけど、まあ僕だけのルールを作りたいみたいなことを言ってましたけど、どんなルールなのかなと。打撃をして寝ても打撃するみたいなこと言ったから、グラップリングサブミッション禁止の MMA なのかな、ボクシングレスリングみたいな、レスリングとキックボクシングみたいなルールを作りたいのかなとは思うんですけど、とは言ってもね、結構 MMA の選手サブミッションがもし仮に禁止だとしても、やっぱ抑え込む力とかっていうのがやっぱ上手いから、そうすると打撃だけでも全然普通に抑えられて、ボコボコ殴ってくると思うから、あんまりね、そのルールでもしっかり MMA の練習をやんないとそもそも勝てないんじゃないのかなとは思いますね。ね、記者会見の感じ見る感じだと、まあちょっとあれなんじゃないかな、これからライジンでちょっと痛い目を見るんじゃないのかなと僕は思っちゃいますけどね。そんなに世の中甘くないというか、やっぱりこうブレイキングダウン行ったりあっち行ったりこっち行ったりしてますけど、あとラップもやったね。ラップやったね。お前ら格闘家違うことやれねえだろうみたいなことなんか言ってたけど、別にやりたくないっていう選択肢もあるからね。まあまあそれがまあ彼なりのねやり方だし、まあそれでお金稼いでるからまあいいのかなとは思いますけどね。でまああれか、木戸さんはまあ何があったか分かんないけど、ライジンに行っちゃって、まあ、70キロのトーナメントができたらななんていうことを言ってましたけどね。まあ僕の願望としてはなんかワンチャンピオンシップとかと勝負してほしいなとは思いましたけどね。本当の実力者がいるところで戦ってもらいたいな。もう知名度としてはもうそれなりに持ってるはずだし、球もめちゃくちゃいい人だから、まあビジネスというかお金稼ぎに関して言うんだったら全然問題ないから、最後ね強さだけをこう磨いていくような舞台もいいのかななんて思いますし、一回だってチンギス・アラゾフからダウンを取ってますからね。まあちょっとポンと当たっただけっていう感じだけど、今ね世界最強の男チンギス・アラゾフから K1 でダウンを取ってますから、まあ、そういったところでは、まあ、最後その強さをだけを求める舞台で戦って、まあ、ビッグマネー稼ぐっていうのも良かったのかななんて僕自身は思いましたけど、ライジンを選んだんだなと思いました。バーカーンもね出てきて、ブアカオ多分僕が知る限りなんかまだ今でも強いんじゃないかな。確か今も試合出て結構勝ってるはずなので、全然侮れない相手だと思います。まあただね、アンポ選手も挑戦をするというんだったら、ブアカオとムエタイルールでやったら本当に挑戦をしてると言ってもいいんじゃないのかなとは思うんですけどね。めちゃくちゃ強いからね、ブアカオが肘ありルールに乗ると、まあ勝てないかな、ムエタイルールでやったら。まあ今回ね、K1 ルールでやると思うから、まあまあ面白くなるのかなと思うけど。であとタケル選手も復帰戦が、いよいよフランスかどっかでやるんですね。ファイトマネーが最低1億、すごいね。アベマで独占とか、そこから PPV の売れた数に応じてさらに課金されるってことでしょ。すごいよね、夢がある話というか、本当に格闘技の強さだけで、1試合1億、まあ下手すら年間3試合ぐらい やれるじゃない、まあ、3億、しかもプラスアルファの PPV でしょ、で、ファイトマネー別に入るでしょ、スポンサー収入も多分お金あるでしょ、相当稼ぐね。
まあこういうこともあるんだよね。格闘技って稼げない、キックボクシングは稼げない、だから、ブレイキングダウンに出る、キックボクシング稼げないからライジンに出たい、K-1 稼げないからどうのこうのとかっていろいろ言ってパッパッパッてこう変えちゃう人もいっぱいいるけど、やっぱ武尊選手のやっぱかっこいいのはやりきってやりきってしっかりやりきった上で、まあ、自分の新しい舞台作ってまた挑戦してる。でその結果あのファイトマネーでそんだけ稼げてしまうというか、試合だけで稼げてしまうっていうのはこれはまたね、まあ、誰も真似できてないというか、ボクシング の, その世界チャンピオンの方と同じようなことをあの違う競技でやったなと思いますね。これはねやっぱり、まあ、朝倉未来選手とかもこういうメイクマネーの仕方はしっかりできてないと思うので、本当に武選手の、まあ、ある意味不器用なのかなと思うんですけど、不器用だけどめちゃくちゃ努力してやりきるっていうことをやった人間が与えられた、還元される形になって、まあ良かったのかなと思います。めちゃくちゃ同じ格闘技をやってた人間として尊敬しますね。めちゃくちゃ彼はすごいなと感じました。まあ、こんなところがね最近のトレンドですかね。そうですね。でもねやっぱね、コージ VS 芦沢流星の試合は予想したんですけど、まあ、外しましたけど、芦沢流星が普通に強くなってたね。全然昔のイメージと違かったから、あれはなんか外したじゃんって言われるかもしれないけど、やっぱ成長してるから変わってたね、すごく。なんか怪我してた。あね、コージね、どっかね足でしょ、靭帯がどっか伸びてるみたいなことなんでしたけど、まあまあ怪我してるのはね、まあそれも含めてショートの強さ、怪我しないやつっていうのもやっぱり 強さだから、うん、その辺はねまあまあ完全に対策はできてたよね、うん、やっぱコージこうやって体上げてコーナーまで詰めて、まあそれで俺は詰めて勝てるかなと思ったけど、もうそのコーナー詰まったとしても膝蹴り一発入れて頭振ってコーナーからエスケープして逃げてみたいな感じだったから、まあまあそういう意味では、まあ、芦沢流星がめちゃくちゃ強くなってたなと。やっぱ作戦組んでね才能ある人やると強いですよね、うん、っていうところが、まあ、今回感じたところです。まあまあそんな感じで、他にもねなんか気になる話題等あればぜひコメントとかしてもらえると、助かります。じゃあ皆さんありがとうございました。